はい、ということでですね。まあ、何をやろうかというところの中で、まあ、時間もあったんで、なんか新しいことにチャレンジしてみようというところではあったんですけれども、まあ、最近流行りのですね、まあ、NFT って言われてますけれども、プレイトゥアーンっていうところで、まあ、遊んでこう稼ぐ、というのが、まあ、最近結構出てきてるという話を、まあ、ネットとかでですね、見ましたので、まあ、本当に実際こう素人がですね、チャレンジできるのかということで、まあ、ちょっとチャレンジをしてみたというところです。で、まあ、これですね、結構設定までに結構ややこしいので、それはまあ他の方々が、結構アップしてるのでですね、そちらを見ていただきたいなというふうに思います。で、ちょっと僕がやった中でのトラブルとしては、いわゆるこれって簡単に言うと NFT、その武器をですね、要は、銃ですとか、ちなみに銃って全然出てこないです。はい。で、この銃が全然出てこないんですけど、いわゆるこの銃、もしくは装備ですね。これを NFT 化することによって、このコインですね、がもらえるというような作りになってるんですけど、で、よくネット見るとですね、いわゆる銃、ガンですね。それを NFT 化した方が、要はすごい、まあ、簡単に言うとコインがもらえる倍率がなんか上がるみたいな感じで、ちょっと僕もですね、何回か、銃が出るように、クラフトって言ってですね、なんかこう武器が作れるみたいなのがあって、で、それで何回かチャレンジをしてみたんですけど、やっぱりなかなか出てこないっていうところだったので、もう装備で、作っちゃいましたと いうところですね。で、装備で作ったんですけど、僕のトラブルとしては、なんかですね、よくわかんないんですけど、この NFT 化した武器がなぜか消えてしまって、どっか行っちゃったと。で、しかも800使ったんでですね、まあ、それなりコストもちょっとかけてますけれども、なので、あれどこ行ったんだというところで、ちょっと、ってなってたんですが、まあ、これですね、なんかこう、反映するまで若干時間が必要みたいで、要はですね、僕、Android なんですけど、Android のソフトをですね、消して、入れ直すと。そうすれば、なんか反映されてたんで、なんかその辺、通常のアプリだと考えづらいんですけど、まあ、まだまだこう開発途中のゲームということで、その辺すごい課題だなっていうふうには思いました。で、私も無事にですね、アプリを一回入れ直すと、しっかりNFT 化、されてたので、それから、やっとコインですね、を、まあ、稼げるような設定ができたということですね。はい。そうなんですね。で、結構このゲーム意外と難しいですし、そうですね、この T っていうやつがあると、ちょっとこう、コインが溜まっていくって、そんな感じですね。で、なんていうんですかね、なんかレジェンドっていう人、いうボスがあって、そのボスが出てくると、すごいコインがもらえるんですよ。で、それ以外の、なんか変な、こう、敵、普通のコモンとか、なんかわかんないですけど、まあ、一般的な敵が出てきてしまうと、なんていうんですかね、コインが全然稼げないんで、この10分間かなり無駄になるという感じですね。なんで、ちょっとこう、手間がかかるかなっていう印象です。まあ、ただまあ、暇な時にちょっとずつこうやっていくっていうのはいいのかもしれないですし、このコインですね。が、まあ、当然価格が上がってくれば、そこはペイしてくる。これ、チタですかね。なんかよくわかんないですけど。っていうレベルでスタートしてしまったんですけど、まあ、それが上がってくれば、まあでも確かにこの数日で上がったみたいですね。はい。なんで、まあもしかしたら、で、このゲームまだ、
多分始まってそんな経ってないはずなんで、まだまだこれからのゲームなのかなと。で、他の人のなんかあれ聞いてると、結構こうやって自分で動かしてやるゲームってあんまないみたいなんで、まあそういう意味では、まあ、アクションな感じで面白いのかなっていうのはあります。はい。ただ、これ死ぬと、コインなくなって、それをまた使わないといけないんで、そこがですね、やっぱり死にすぎると逆に、なんですか、もうコストもかかってしまうんで、そこだけちょっと気をつけないといけないですかね。まあ、ただ、まあ、ちょっと最近流行りのというか、ゲームを、で一回本当にこうコインをもらえるところまでできるのかっていう意味では、何度か無事に、これ見てください、Tがいっぱいありますけど、これで、敵を倒すと全部入ってくるんで、まあ、そういった意味では、とりあえずは、達成はできたのかなというふうには思います。そうっすね。結構むずいっすよ、これ。そうっすね。おっと。で、これレベル20っていうのがあって、20名っていうんですかね。20ダンジョンを越したらやっと終わりというような流れになります。だいたい1ゲーム10分ぐらいですかね。これ2ゲーム分撮ってるんですけど、ぜひ2ゲーム目、そうっすね。あ、2ゲーム目じゃないか。はい。なんで、しょぼい相手だとなかなかコインがたまらないというような感じですね。うん。まあ、ゴールデンウィークなんで、まあ、もし興味がある方、なんか結構設定とかも大変なんですよ。まあ、簡単に言うと仮想通貨でですね、ある取引所で、で、バイナンスコインっていうやつを買って、で、それをメタマスクっていう、なんかまあ簡単に言うとウォレットみたいなところに、入れるんですかね。入れて、で、なんだっけ。で、パンケーキスワップかなんかで、なんか、その BNB とそのチタを交換すると。なんかちょっとややこしいんで、それちょっと僕もそれほど詳しくないんで、ホームページ、他の方のやつ見ていただければと思うんですけど、それでやって、やっとチタになるというとこですね。これも、かなりやばくないですか、この今のこの状況。バリムズいっすよ、これ。僕もそんな正直ゲームやる方じゃないんで、全然、で、今、コモンボスって言ってましたけど、コモンの場合はめちゃくちゃしょぼいっす。倒しても本当にげんなりって感じですね。倒しても本当に11ターン歩かないかなんで、それこそもっと少ないのかな。僕今、これは、このあれだと今、一つだけ武器、NFT のものを一つつけてる状況で、で、これがなんか数を増やしていくと、なんかこのパーセンテージが上がって、コインをもらえるなんか、パーセント上がるってことなんですかね。うん。ちょっと僕もよくわかってないんですけど、まあなんかすごい稼げますっていう雰囲気は出てるんですけど、多分これ何回かやって一回そういう熱い、なんですかね、そのボスが出て、コインがもらえるって感じになるんで、これ1回目ですけど、0.78 しかないというとこですね。で、1回戦い終えたらこんな感じでですね、すぐこう、なんか10が出たらすごいこうコインが取れる、なんかパーセンテージ上がるんで、なんとしてもこのコイン、10ですね。10が欲しいんで、ちょっとチャレンジはしてるんですけど、叩くとこれ全然、これ何ですか？靴か。
全然出てこないんですよね。だからなんかどういうことって、なんか 銃を NFT 化するべきしみたいな書いてあったんですけど、まあ要はコインをもらえる可能性が増えるのが銃、なんか全然割合が比率が違うんで、武器とですね。で、NFT 化するのにも400チタとか800チタとかで、その費用やっぱかかるんで、そういう観点で考えると銃とかをもし持ってたら、それを NFT 化する方がコスパがいいっていう、そういう意味だと思うんですけど、なかなかこれ出ないっすね。この叩きまくったんですけど。なんか誰かが他のサイトで言ってたのは本当になんか数パーセントぐらいしか出ないって言ってたんで、やっぱりなかなか出ないんだろうなっていうとこですね。もういけってなっても叩きまくってますけど、全然出ないんですよ。まあでも、まだ、参入してる人も少ないので、まだこのね、価格なんでしょうけど、これが、参入してる人が増えてきて、この、価格がですね、どんどん上がっていくと、本当にこれ大変ですね。まあでも結構もう増えてるんですかね。わかんないですけど。そんなにネットでも出るようになってたんで。で、これで僕は武器の装備をもう一回しに帰ったって感じですかね。で、武器の装備を変えてますと。ゲーム自体は僕も初めてやりましたけど、本当に何ですかね、インベーダーじゃないですけど、なんかまあ普通のゲームっすよね。まあ当然アクション系で、ね、面白いのは面白いんですけど、なんかすごい最先端なゲームとかっていう感じもないですよね。で僕今これなんかやってるんですけど、とりあえず武器で星がなんか高いやつをこうパワーアップとかさしてやるとなんか上がるみたいです。で、このガンですね。このガンをなんかこう、コモンじゃなくて、他のなんかいい武器が出ないと、全然倍率が上がらないっていう話ですね。まあでもとりあえずこの一つの武器でとりあえず稼げるようになってはいるんで、もうちょっともう一回これチャレンジしてみましたと。で、これちょっと2回目結構注目かなと僕は思ってます。まあ、ダンジョン自体はなんかそのまんまというか変わらないんですけど、順調ですね。いや、まさか、30中盤になってこんなゲームをやるとは正直思ってなかったんですけど、こういうのを、で、稼ぐ人がこう多分出てくるんでしょうね。なんかこのゲームってまだまだ開発途中で、なんかいろいろ戦うのか、なんかみんなで一緒にやるのかちょっとわかんないですけど、なんかそういうのもいろいろ計画されてるらしいですけどね。まあ確かにみんなでやったら、なんかボンバーマン的な感じな雰囲気ですよね。ちょっと、イメージが。このヘロリックっていうのはちょっとわかんないですけど、これも大して多分コイン出なかったと思います。ただなんかすごい銃がいい感じになって強くなった。あ、でも結構 T が、でもそんな大したことない。ああ、だから1チタぐらいですかね。そうっすね。あ、これで、いってますと。この緑のやつ多いんですよね、これ。
うん、徐々に進んでいってますね。いやむずいっすよこれ。僕でも本当ゲームとかマジ苦手なんで、まあ、本当に僕より下手な人そんないないんじゃないかっていうぐらい下手だと思います。はい、まあでもそういうのをやったことがあるっていう意味では一つ経験になったかなとは思ってますけど、稼げる、まあ時間がかかるでしょうね。なんか美味しいダンジョンっていうのがなんか5回に1回ぐらいらしいんで、50分に1回やっていくら稼げるかっすね。死んでた。コモン、そうなんですよ、このコモンボスだと何も全然もらえないんで正直げんなりしますね。強さとか別に多分変わんないと思うんで、やることは一緒なんですけどね。はい、でまあちょっとあと残り9、これがよくわかんないですね。このなんか NFT なんか赤くなってるっていうのはこれがよくわかんないです。でもなんかこの遠隔にこの3つぐらい出るやつの方がね、やっぱりすぐし相手が死ぬんでやっぱり効率いいっすよね。これ触れると攻撃されてゲージが減っていきます。はい、まあゴールデンウィークに暇なタイミングでこれをやるのはなんかありかなとは思いますけど、ずっとやってるとちょっとしんどいかなっていうとこですね。まあでもね、こういうのが今、ある意味最先端なのかわからないですけど、こういう時代が来たって感じですね。いや、わかんないですね。もうなんかわけがわかんないですね、本当に。なんでこんなゲームやってお金が稼げるんだっていう謎ですよね。もう、レジェンド、あ、これです、これです。これで、この光ってるやつがいるじゃないですか。こいつが出ると熱いんですよ。なんかめちゃくちゃなんか良さげな、なんかすごい、なんかありそうな感じじゃないですか。ピカピカ光って。こいつ、あ、死んじゃった。これですね。これが出たら熱いです。この光ってるやつ。で別になんか、敵としては別に大して強くもないですし、なんか別にって感じなんですけど、見てください、この、あっと死んだ。T がめちゃくちゃ、降ってきてるんで、これが見たらすごい、おっと、一気に26取りましたね。熱いっすね、今のは。ちょっといい流れ出てきましたね、これ。いやーもう次は出ないでしょうね、多分ね。次また5回ぐらい、立たないと出ないのかって感じですね。まあこのね、このチタなのかわかんないですけど、このコインがすごい、今20円ぐらいだったと思うんですけど、これがもっと上がってきてくれれば、すごいいいんですけどね。
ここもむずいっすね。まあ、出てくる前にやっつけれるのはすごい気持ちいいんですけど、結構多いっすね。まあでも、このコインどうなんでしょうね。本当は一つ1000円とかだったらめちゃめちゃ熱いんですけどね。そんな、うまく上がらないっすよね、なかなか。で、まあ、クリスタルとかはいろいろ武器をこう、なんていうんですかね、もらうときに使ったりするんで、だからそれはそれで貯めて嬉しいんですけど、やっぱり、コインがね、仮想通貨のコインが手に入らないと、なんか、意味ないですよね。お、これで残り20、ラスト。おっと、レジェンド来ました、もう一回。二回あるんですね。熱いっすね。珍しくいい感じですよ。うわうわ、よし、とりあえず生き返りました。よし、この光ってるやつ、うわ頑張って、うわっと、よし、これ多分コインまた、うわーすごい、 T がすごいっす。お、すげえ、また25ぐらい、すごい。熱いっすね。お、これで結局すいません。54、今、チタぐらいになってるんで、54だから1000円 ?1000 円ぐらいだから、稼いだって感じですね。こんな感じです。すいません。以上です。